今両チームの選手がピッチに姿を現しました。本日お伝えいたしますのはプレシーズンマッチアルビレックス対ベルマーレ。この試合の模様を津波聡さんの解説でお伝えしてまいります。津波さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。津波さん、素晴らしい天気になりました。そうですね、いいゲームが期待できますよね。さあ、キックオフです。エンドを紹介しましょう。左のエンドを守るのはベルマーレ、対しまして右のエンドを守るのはアルビレックス。そこから坂本、右サイドへ、厳しいチェック。さあ前へ、そして井原、このパスは通りません。前方へフィードします。プレスをかけます。つないで黒崎、危ないところでした。結局ボールはタッチに出ています。いった、あっと外した。ヘッド、さあここからの攻め、15分を回っています。そしてここは鈴木、回して宇治原、厳しいチェック。ここは鈴木、縦へ大きく出します。激しい攻めに合っている。左へ、依然として両チーム無得点。ここにガビリエ、前に送ってオフサイドありません。いいですよ、素晴らしいディフェンス。そこから坂本、そしてガビリエ、つないで栗原、ようやくクリア。右に送って、チェックに行く。そのまま上がります。ミドルシュート、大きく枠を外しました。拾ったのはガビリエ、そしてここは高田、左サイドへ、回してガビリエ、40分経過、うまくプレスをかけます。右へ、ここは鈴木、ここに宇治原、いいプレッシャーですよ。そこから鈴木、そして高田、つないで栗原、左へ鋭いプレッシング、大きく立て、さあどうだ、ゴール、アルビレックス先制。宇治原スーパーシュート、スタジアムが大歓声。
ベルマールとしては気持ちを切り替えていってほしいですね、はい、縦へ。ここで前半終了の笛です。ベルマーレ防戦一方、後半はなんとか追い上げてほしいですね。そうですね。後半戦開始です。エンドが変わっています。右にエンドを取りますのはベルマーレ、そして左にエンドを取りますアルビレックス。コースを塞ぎます。そしてここはマルキーニョ、ダイレクトにつなぐ。さあ前、ドリブルで上がっていこうというところ。井上プレッシャーを与えます。潰されます。回して続き、前方へフィードします。プレスをかけます。かろうじてクリア、左サイドへ、右サイドへ、厳しいチェック。ファールを取りました。あ、これは注意だけのようですね。フリーキック、縦へ大きく出します。ここは井原、15分を回っています。ここに続き、そこから宇治原、強いですね、打った、きた、アルビレックス追加点。宇治原、この男は誰にも止められない。スタンドが左右に揺れています。いい形で得点できましたね。津波さん、この2点差というのはどうなんでしょう。決して逆転不可能じゃないですよ。トラップチェックに行く、そのまま上がります。そして栗原つないで鈴木、激しい攻防。そしてここは栗原、クリアしました。左へ、30分経過です。回して宇治原、ドリブルで上がっていこうというところ。ここは黒崎、強気のタックル。ここに高田、空中戦、チェックに行った。右サイド高田、シュート、ポストに当たった、流し込んだ、決まった。エルマーレ1点差。高田、それぞ執念のゴール。相手サポーターの大きなブーイング。彼は非常に勝負強いですから、きちっと決めてきますね。おっと、ここでベンチに動きがあるようです。アルビレックス、セルジオ下がりまして、新井入ります。ベルマーレ、栗原、モニワ、中里下がります。西本、小木崎、ディナス投入。ベルマーレ最後のカードを使ってきました。勝負に出ますね。これはつないでガビリエ、回してガビリエ、熱い守りです。そして坂本、フォローが欲しい。ここはフォローします。ここで90分終了の笛が鳴りました。アルビレックスなんとか勝ちました。津波さん、いかがでしたか今日の試合。アルビレックスとしては思惑通りの展開だったんじゃないですか。はい、この放送は解説に津波聡さん、
実況は私清水大輔でお送りしました。津波さん、どうもありがとうございました。いえいえ、こちらこそ。それでは皆さん、またお会いしましょう。